ナンバーアンダーラインアイの平野翔ファンの投げ銭を拒否。その真相とはファンとの絆か、金銭か平野翔がリスニングパーティーで取った驚きの行動。ナンバーアンダーラインアイは、平野翔神宮寺ユ太タ、岸ユ太タの3人で結成された新しいユニットである。彼らは昨年5月22日にキングプリンスを脱退し、同年10月15日にト米エ移籍し、 新たな活動をスタートさせた。そのナンバーアンダーラインアイが2024年5月27日に初のミニアルバムのおーリングをリリースした。このアルバムのリード曲ボンのミュージックビデオ MV は YouTube で公開された直後から爆発的な人気を博し、公開翌日にして1000万回再生を突破するという驚異的な結果を残した。この成功は 彼らの新たなスタートを象徴するものとなった。ナンバーアンダーライン愛の3人は、キングプリンスでの経験を生かし、新たなステージへと挑戦している。彼らのアルバム、ノー・オー・リングは、初回限定版と通常版の2種類があり、トベオフィシャルストアでのみ販売されている。このアルバムには7曲が収録されており、リード曲、ボンは特に注目を集めている。 初日のダウンロード数は1万 7377DL を記録し、27日付のオリコンデイリーデジタルシングル単曲ランキングで初登場1位を獲得した。この結果は彼らの人気が未だ衰えていないことを証明するものだ。平野翔がプロデュースを担当したボンの MV は27日の午前0時に YouTube で公開されるとすぐに再生回数が伸び、 28日午後1時過ぎには1000万回を突破した。その後も勢いは止まらず、5月31日午前11時時点で1900万回以上の再生回数を記録している。この MV は視覚的にも音楽的にもファンを魅了し、彼らの新たな挑戦が成功していることを示している。ナンバーアンダーラインアイのミニアルバムに収録されている他の楽曲も注目されている。 配信版のボンは、初日のダウンロード数が1万7、377DL を記録し、27日付のオリコンデイリーデジタルシングル、単曲ランキングで初登場1位を獲得した。さらに、ノーイエス、アイ、夢の続き、バナナ、テイクイットレイジー、などの楽曲もランキングにランクインしており、ファンからの支持が厚いことが伺える。しかし、十八日付のデイリーランキングでは、ボンが三。 081DL で2位に転落した。11人組ボーイズグループ上腕の新曲、ラブシーカーが4、322DL で1位に浮上したのだ。だが、3日目、29日付には、ボンが再び首位を奪還し、1142DL を記録している。このようなランキングの変動は、音楽業界における熾烈な競争を反映している。ナンバーアンダーライン愛の3人は、 キングプリンス時代の経験を生かし、新たな音楽スタイルとともにファンに向けて独自の世界を広げている。彼らの音楽は、多くのファンにとって新鮮であり、同時に懐かしさを感じさせるものでもある。彼らの新たな挑戦は、音楽業界においても大きな注目を集めている。5月28日、ナンバーアンダーライン愛は、ノー・オー・リングのリスニングパーティーを開催した。 これは、リアルタイムでチャットに参加できるオンライン空間、ステーションヘッドを利用して行われ、アルバムを聴きながら、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが音声配信を通じてファンと直接交流するという新しい試みだった。パーティーは午後6時30分から8時まで実施され、3人は午後7時台に登場した。彼らは、ボンの MV 撮影時のエピソードや、他の楽曲の制作裏話などを披露し、 チャット欄のファンの書き込みにリアクションしながら楽しそうに話していた。しかし、このリスニングパーティー中に一つの問題が発生した。視聴者が配信者側に金銭や応援アイテムを送る投げ銭行為が行われたのだ。平野は、これ言っていいのとスタッフに確認した後、ねえ、ギフト送らないで。本当に。マジで送らないで。あの、嫌だよと視聴者に注意した。 彼はファンの気持ちに感謝しつつも、金銭的な負担をかけたくないという強い意志を示した。さらに、ギフトを送ってきちゃうと、俺らもやりづらくなっちゃうから。全然、気を使わないで。ただ楽しんでて、とコメントし、そんなお金使うんだったら、美味しい大福とかお抹茶とか飲んでて、と、ユーモアを交えつつも、真剣な訴えを続けた。同じくメンバーの神宮寺も、このリスニングパーティーは、 逆に俺らからのお返しみたいな感じだから。気持ちだけで大丈夫です。と感謝の言葉を口にしつつ、やんわりと拒否した。しかし、なかなか状況は変わらず、平野がみんなのコメントも見れなくなっちゃうらしいんだけど。ギフト、ごめん。本当にありがたいんだけど。一回、コメント機能を止めるね、と宣言するに至った。 その後も三人で楽曲に関する会話を続けたものの、平野は何度か、コメント見たかったな、とぼそりとつぶやいた。どうやら、ギフトの送信を停止するには、コメント機能をオフにするしかないようで。出演終了時間が迫ってくると、平野は、頼むからギフトくれないでください。いいです。ギフト。ギフト送られてきたらできなくなっちゃうんで、コメントを見ることが。だから本当にお願いします。 とファンに理解を求めつつ、コメント欄を開放した。以降はファンも約束を守り、双方がコミュニケーションを取りつつ配信が進んでいった。この一連の出来事は、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがファンとの関係を大切にし、金銭的な負担をかけたくないという誠実な姿勢を示している。彼らはファンとの新しい関係を築き上げているのだ。こうして、 新たなサービスを利用しながらミニアルバムの PR に取り組んでいるナンバーアンダーラインアイファンは本人たちの希望を叶えるべく、節度を持って応援していくべきなのかもしれない。彼らの音楽活動は、ただ単に楽曲を提供するだけでなく、ファンとの絆を深めるためのものである。ファンはその思いを理解し、共に歩んでいくことが重要だ。ナンバーアンダーラインアイの成功は、 音楽業界においても大きな意味を持つ。彼らの挑戦は多くのアーティストにとっても刺激となるだろう。彼らの音楽は多くの人々に感動を与え、彼らのメッセージは心に響くものとなっている。彼らの未来は明るく多くの可能性が広がっている。このようにナンバーアンダーライン愛は新たなステージへと進んでいる。彼らの音楽は多くの人々にとっての希望となり、 彼らのメッセージは広がり続けるだろう。彼らの成功は、ただ単に再生回数やダウンロード数の多さだけでなく、彼らの誠実な姿勢とファンとの絆の強さに支えられている。彼らの未来に期待し、共に歩んでいこう。また、神宮寺も、このリスニングパーティーは、逆に俺らからのお返しみたいな感じだから、気持ちだけで大丈夫です。と感謝の言葉を口にしつつ、やんわりと拒否。 ところが、なかなか状況は変わらず、平野が、みんなのコメントも見れなくなっちゃうらしいんだけど。ギフト、ごめん。本当にありがたいんだけど。一回、コメント機能を止めるね、と宣言するに至った。その後は三人で楽曲に関する会話を続けたものの、平野は何度か、コメント見たかったな、とぼそり。どうやら、ギフトの送信を停止するには、コメント機能をオフにするしかないようで。 出演終了時間が迫ってくると、平野は、頼むからギフトくれないでください。いいです。ギフト。ギフト送られてきたらできなくなっちゃうんで、コメントを見ることが。だから本当にお願いします。とファンに理解を求めつつ、コメント欄を開放。以降はファンも約束を守り、双方がコミュニケーションを取りつつ配信が進んでいったのだった。こうして、 新たなサービスを利用しながらミニアルバムの PR に取り組んでいるナンバーアンダーラインアイ、ファンは本人たちの希望を叶えるべく、節度を持って応援していくべきなのかもしれない。